た。ズル引き止めとるときにここと思っていったっすね。ええ感じで持っていきました。まあまあサイズだね。30。よっしゃ。2匹目。めっちゃ本当に仕事終わった。はい、ズル引きに関してはこんな感じで、ボトムを感じて、感じながらのリールでのスローリトリーブ、をやってください。まあスローロールですね。でもう一つ、僕がね多用するのが、これもねズル引きなんですが、ロッドを使ってのズル引き、まあ、リール、先ほどやってたのがリールで巻く、スローロール、まあ、スローロール、ズル引き、チーニングで言われるズル引きって言われるのをやってるんですが、次にあるのが、まあ、僕のねチーニングではもうこれが大半です。多分ハイシーズンでもバンバン食うときはねあまりしてないんですけど、食いが渋いときだったり、ショートバイトが多発するときに使う、ズル引きの方法をご紹介したいと思います。でボトムがねやっぱ、取りづらい、まだ取るのが苦手だっていう初心者の方もこの釣り方をやれば、比較的簡単にボトムが取れてバイトも取れると思います。まあ、キャストするのはさっきのズル引きと一緒で、流れに対して上流側にアップヒルで投げます。でスラッグも取る、でボトムも取ります。でボトムが取れたら、今まではリールを巻いてスローに引っ張ってきてたんですが、今回は、竿を下げてボトムからゆっくりボトムをこすりながら竿を引き上げてくる、錆びてくるんですね。こういう風にするズル引きで、90度待った手になれば、竿を止めてやります。で少し待ってまた竿を下げながらリールを巻いて上げてくる。でボトムを感じながら底を引いてくる。まあこれがねロッドを立てることにもよってもできるし、ロッドを下げて横にズル引くっていうこともできます。まあね今までバス釣りやられる方だったら分かると思うんですが、これがバス釣りの基本的なズル引きっていうやり方やね。それを立てながらするのか横で引くのかっていう違いで、底を引いてくる感じです。で竿を使ってこのようにしてズル引きをすることによって、で今までねリールでやってたんでスピードがね分かりにくかったと思います。こうやって竿をさびきながらズル引くことによって、ルアーが、中生がどれくらい移動したのかが、目で見て分かると思います。竿のティップが上がってくる距離が、動いた距離なんで、これでスピード調整していって、トップに来たら止める。でほとんどこの釣りはトップに止めた時に当たりがあります。止めてやった時にコーンと持ってったりカッと入ってくるのがあるんで、それを、待つ釣りやね。でねこの時に、リールのズル引きと違ってコッっていう小さいバイトもロッドをこう上に持ってることによって、合わせやすいです。瞬発的な技がパーンとできるんで、こうやって今までねズル引きであればリールを巻いてたんで1テンポやっぱ遅れてしまうんですね。バイトがあっても、今まで待ちなさいって言われてたのはリールを巻いてやってるんで、巻いて巻いて食わせて食わせてっていうのをして合わせるっていうのが、今までのリールのズル引きの仕方だったんですが、竿で竿引きながらズル引くことによって、
バイトした時に、次に移るアクションがしやすいです。これがのロッドさびきヌズル引き の、 あの一番の利点です。まあはい、今回、ロッドで、リールで引いてくるズル引きとロッドをさびいてのズル引き、2つご紹介しました。でこの2つを使い分けていくことによって、まあどういうふうに使い分けるかって僕流に言いますと、リールのズル引きっていうのは速いテンポで魚を探るポイントを見つけるっていう時によく使います。でその場所で、まあ早く探っていった時にバイトを感じた、あこここういうストラクチャーがあってここのポイントいいな、ここの流れの中いいな、底質はこうだっていうのはもうほとんどリールである程度、早く探ってそこでここいいよね、ここポイント当たりすごくあったよねっていうところはロッドをさびいてのズル引きに変えてみてください。そうすることによって、バイトチャンス増えると思います。ね、このズル引きっていうのはボトム系のズル引きっていうのはチーニングの基本になります。基本になるし、一番釣果の出しやすい釣りです。ハイシーズン、ハイシーズンは当たり前なんですがこの、チニングシーズン初旬、あとは真夏の高水温でナイトゲームで釣りをするとか、あと、秋口食いしぶり始めた、水温が下がって食いしぶり始めたっていう時の、もう断然この釣りが強いです。この基本2つを覚えていただければ、チヌに、早く近づけると思いますんで、両方やってみてください。ただこのズル引きに関して先ほど、ご紹介した2つのズル引き、リールズル引きにしてもロッドの、ロッドをさびきながらのズル引き、タックルバランスが重要です。まあ、今回、使用したタックル、まあ、僕は監修させてもらったんですが、基本がしっかりできるようなセッティングでしてます。まあ、今回、後であのテロップにも書きますが、一番、簡単なのはトッププロが使ってるロッドと、ロッドリールのセッティングでやってみてください。これが一番使いやすい、セッティングになってると思います。このセッティングを間違っていれば、先ほどご紹介したズル引きも、ノー感じになってしまう、ノー感じ分かりにくいっていうことがありますんで、タックルバランスだけしっかり抑えて、兆候に出てください。このやり方をすれば必ずチヌは釣れると思います。ショートバイト今のように、ね、竿を止めてたらやっぱりねカッて持っていくんですけどね、その後が続かない。よっしゃ、ショートバイトやな。